やってみないと分かんないんですよ。そうですね。計画を確実に実行しなきゃいけないっていうのは、はい、それはもちろん実行できるなら実行するに越したことはないんですけど、はい、修正が迫られることはやっぱ出てくるわけですよ。そうですね、うん、武田塾チャンネル。第1弾第1章としては志望校の決め方っていうのをやってきたんですけど、はい、第2弾ということで、これもまあ気になるかな、特に独学する人はすごいここら辺気にするかなということで、はい、話していこうというのが、はい、勉強計画について。勉強計画の立て方ですか。立て方ですね。今から勉強始める人も、もしくは始めてんだけどちょっとうまくこう実行できないなって人も参考にしてもらえればと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、勉強計画の立て方第5弾ということで、はい、まあ計画決めて実行してみましたと、はい、まあ、そうしたら、はい、やっぱりいろいろこう思うことが出てきたと。そうですね、ありますね、うん、はい、実際やってみるといっぱい出てきますね、問題点とかが、はい、なので、はい、次にやるのは何かといったら、はい、実際にやってみた結果の勉強時間とか科目ごとの、うんうん、進み具合を見て調整を行おうと。調整を行う、はい、お、例えば八海先生武田塾入って、はい、宿題やってたじゃないですか、やってましたね、基本武田塾の宿題の実行はまあ、ね、守ってやってたとは思うんだけど、はい、その中でもなんか進みが良かった科目良くなかった科目って出てきませんでした。ありますね。大体どんな感じでした。やっぱりその単純暗記系は、うん、僕はあの、まあ、暗記を身につけてから一気に登れるようになったんで、うんうん、まあ、あの毎回やっぱり 90% と 95% とかはほぼ切らなかったんですけど、うん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 、やっぱその読解系とかになると、うんうん、あのちょっと時間かかっちゃって、うん、本当はこう今週6台やらなきゃいけなかったのが5台になっちゃったとかありましたね。だからそれがあった時に、はい、例えば時間を増やして、はい、埋められるっていう人もいれば、はい、やっぱ学校行っててどうしてもちょっと増やせないんだという人もいるじゃないですか、はい、そしたら個人個人のできる範囲でやっぱ宿題の調整を行っていく必要があると思うんですね。宿題の調整、うん、例えば、はい、英語の長文1日2台の予定だったけど、はい、ちょっとあの時間かかるから1台にしなきゃいけないかなとか、うんうん、いや思ったより自分は理科が苦手だったから、はい、例えば最初に決めた参考書簡単なところからやんなきゃいけないかもしれないとか、ね、うんうんうん、そういう修正が出てくると思うんですよ。修正出ますね。出るよね、うんうん、だからそれは、まあ、やってみないと分かんないんですよ。そうですね。計画を確実に実行しなきゃいけないっていうのは、はい、いやそれはもちろん実行できるなら実行するに越したことはないんですけど、はい、修正が迫られることが出てくるわけです。そうですね、うん、はい、なので、はい、そこでまずその現実に自分がやってみたらどうだったかなっていうのをもとに、はい、修正を加えていく。そうですね、うん、そのまあ、僕がよくあの質問でもらうのが、うん、その修正の際に例えばそのじゃあ今週英単語400個覚えましょうって言った時に、その何ていうか400個適当に覚えるの方がいいのか、うんうん、それとも例えば200個とかに数を減らして、うん、その質を確保してゆっくりやった方がいいのか、うん、はい、なんかこれってどっちがいいとかってありますか。質優先、質優先だけど量が低すぎたらアウト、はい、あ、なるほど。一応あのボーダーとしているのは、はい、1週間でやると決めた量の半分は絶対やろうっていう、まあ、そうです。半分切っちゃったらあのペースを半分にするとかかる時間は倍じゃ済まないんですよね、はい、忘れていっちゃうから結局長くなればなるほど。そうですね、うん、復習にまた時間かかっちゃってますね。そうなので、はい、やっぱね半分を下回るとね非常にまずいね、うん、なるほど。忘れる方が多くなっちゃう可能性が高くなっちゃうところがあるんで。なるほど、うん、じゃあまあ質優先でやっていくんですけど、はい、ただあんまり少なすぎないように注意ということですね、うん、そうですね、はい、で多分この時点で多少修正加えると、まあ、中期目標とかもねある程度変わってくるんじゃないかと思いがちかもしれませんけど、はい、後々ねペース逆に上がってきたりとか、はい、逆に最初順調だったのが割と後々ねあの詰まってきたりってケースもあるから、はい、とりあえずは1週間単位での修正で整えておいた方がいいです最初は、うん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 、だからそれでまずは自分が1日でできる勉強のマックスを把握していって、うん、そのやれる計画っていうのはどのぐらいのものなのかなっていうのをやって、うんうん、それをまあ実行していくと。うん、いうのが非常に大事ですね。確かに、はい、うん、でそれを重ねていった結果例えば1ヶ月3ヶ月とかのスパンのその中期長期あの目標で見たときにどうなっていくかっていうのを、ね、うん、この次話していこうと思います。はい、中森先生、はい、あれこの背景は何ですか。ちょっとね新企画のあの
はい、背景としてですね、新しく、はい、あの設定したやつなんですけど、新企画武田大塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていう、はい、シリーズ、そんなシリーズができちゃったんですか。そう、今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひね、あの直前期だったり、はい、もしくはいろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね受験生にも、うん、こっから受験する非受験生にもおすすめな動画となっているので、ぜひ見てほしいですね。なるほど、おすすめですね、はい、これは、ね、はい、まあ、プラスね、はい、参考書ごとの一冊ずつの情報とかね、はい、勉強について、はい、文字で、見れる逆転合格 .com というサイトがあります。それはこちらですね、はい、最強のサイトですね、はい。さらにですね、はい、武田塾チャンネル、今までのこの動画ですね、いろいろ見れるように、はい、チャンネル登録、募集しております。それがこちら、本当登録してください。はい、お願いします。で最後で今あのいろんなね質問とか皆さんから来てるのは、実はそのコメントの方でね来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメントここから、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。